はい、ということで RV パークランドポート味ヶ浦に来ました。目の前味ヶ浦ビーチ、うん、味ヶ浦海岸、味ヶ浦海岸、あっちにさ、なんかあの神戸みたいなさこれね、そうそう、御宿みたいな、うん、あるモニュメントが、マジ走ったら30秒くらい、30秒ないよね、道路挟んでもひょいっと、うん、1分以内に海に入れるね、すごい、うん、すごいなんか静かな感じ。そう、深くはね、まあ、砂利で、すごい雨降ってたんだけど、あ、確かにもう水溜まりはけてる、ここぐらいしかない、そう、水はけがいいってすごい言ってたんだよ ね。で、サイトは見えるかな、今いるのが多分10番にいるから、こういう向きかな、そうだね、うん、16台ぐらい止めるんだ、そうだね、16台ってすごいよね、うん、で、今日は私らしかいないから、貸し切りです、そう、なんか一番 RV パーク建物に近いところ、アクセス、トイレとか行きやすいようにってことで、うん、10番にしてもらった、ね、建物と直結直結、もうこんな快適なことないよね、向こうの方行ってみる、ね、すごい波の音が、ね、なんか1からちょっとこう斜めになってるよね、ちょっとあのさ、画像見たら分かるかもだけど、うん、もう斜めにね、うん、なんかめちゃめちゃ隣の人とすごい近くなっちゃうとか、なんかこのおかげでなさそう、うん、ちなみに焚き火はダメだけど、モーニング出して、まあ、椅子とかテーブル出して外で調理するのは OK、うんうん、コンセントも当然あります、うん、こっちもサイトになってんだね、うん、でこっちにドッグランがある、ドッグラン、うん、結構広そう、あ、こっちも、いや多分さ、あれなんじゃない、大きいワンちゃん、ちっちゃいワンちゃん、なるほどね。で、ちなみに1時間500、あ、違う、ビジター1匹1000円、うん、でかいね、うん、広いよね、ゴミ箱も外にあったね、で、ここにゴミ捨て場、段ボールとか発泡スチロールとかダメだけど、あの手前が、あ、手前が可燃ゴミ、奥が瓶とかペットボトルとか、うん、外シャワーもあるんだね、すのこもあるからいいね、海入って、ね、戻ってきて海水浴とか、そうだね、これからもっと暑くなったらいいかも、ね、うん、ちょっと中入ってみようか、そうで、中建物は24時間空いてるんだよね、うんうん、ちょっと薄暗いけど受付があって、うん、受付、でこっちさ結構いいよね、そのなんか地図とかおすすめのお店とか、そう、なんかすごいね、おすすめを教えてくれるよね、オーナーさんもだけど、そうそう、観光しやすいようにみたいな、うん、あ、出た、グルービーここに行きました、グルービー書いてあったんだ、あ、ソザコーヒー、あ、行ってた、ね、あ、ちょっとさ、行ってみたくない、焼き芋館、で温泉も近いよね、うん、割引券もらったよね、のぞみ、温泉のぞみって一応なんか提携してるのかな、わかんない、割引券が、うん、ドクラン700円、ね、最初の1棟は700円、なるほど、うんうん、チェックアウトまで何度でも、うんうんうん、じゃあちょっと見ていきますか、ここにね、カップラーメンとお菓子とね、いろいろ、そう、飲み物もあるでしょ、お金はなんか料金箱に入れて、そうそうそう、後で回収してもらう、卓球台、卓球台あるんだ、気になりすぎる、レンタルスペースみたいなね、そうそうそう、らしい、洗濯機と乾燥機もある、うん、洗濯が300円、乾燥が100円、15分100円だった、いやでもここなんかいいやつだった、機械が分かんないけど良さげじゃない、ギンギラギンで、ね、で電子レンジでしょ、うん、水道あって、ここであれだよね、洗顔と歯磨きはダメなんだよね、そう、あの食器洗うとかかな、あと缶捨てるのは外じゃなくて、ね、缶はこうぐしゃって潰して捨てるらしい、うん、これ使いたいから後で缶買いたいなだからアイスがどうとか言ってたら何だろう、あ、アイスの自販機が外にあるって言ってた、あ、そうだ、アイスの自販機が外にあるって言ってた、うん、ポットもあるでしょ、うん、このフリースペースいいよね、そうだから、ちょっと後で編集しようかなって思ってる、ね、うん、ここの RV パークと思ったら多分車にいない、ね、快適すぎる、大谷さん、あ、そっか、あ、そっかって、え、何、そうでもない、由来なの、え、いや俺今岩手県にいるかと思った茨城だった飲み物もね、ね、蚊取り線香とか持ってるのにね、あ、まあプーさんとかあるかも、売ってないから、もう歯磨き粉とか、うん、歯ブラシとか、水はありがたいかもね、夜こう一人ですごいなんかパリピの
パリピなんだよね。トイレね。お、自動でつく、うん。ここで歯磨きとか洗顔はする。シャワールーム。こっちメンズ2つあるのかな。あれそう。うん。あ、本当だ。ありがたい。ドライヤーもある。いいね。500円で1日も何回でも入っていいよ。うん。うん、で料金箱に入れる。うん。わ、すごい綺麗。すごい夕日が綺麗になってる。ね、え、ってか。すごい、海岸行く？海岸行っちゃうか。あ、way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, cause I don't wanna feel anything. 爆萌えだね、今日は。すごいね。めっちゃ綺麗。うん、めっちゃ綺麗。久しぶりにこんなの見た。向こうのあの工業地帯もなんかいい感じだよ、うん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 、久しぶりにこんな綺麗な雪見た。やばくない？すごい、めっちゃ燃えてる。虹も見えるし。本当だ、すごいね。どっちも、めっちゃ綺麗。なんかアイスの自販機あった。あ、あれか、新セブンティーンだ、嬉しい。いやいいっすね。いいっすね。おお。光った。明るいね。ね。こっちも。そう。来ました。海賊。確かに。こっちがミートスパゲッティと海賊スパゲッティ。これはアルペンパンが絶対これ食べてる。こっちが大盛り、普通盛り、全然違うな。頑張って食べよう。何が入ってんだ。イカ、イカでしょ、エビでしょ、マッシュルーム。あ、これはホタテかな。海鮮系だね。海鮮よかったね。ココアとかカフェモカもあるよ。カフェラテ抹茶もあるよ。コークオン対応でしょ。ここから帰る。おお、すごい、すごい。220円。うん、飛んでいったね。おお、すごい。でかい。ラージ？砂がさ、真っ黒くないからさ、すごい綺麗じゃない。うん、うん、冷た、冷た、ね、めっちゃ綺麗だよね。ね、多分一気にそこから太くなってさ、綺麗ね。てか、日が昇るとこめっちゃ綺麗だったんだろうなって朝起きて思った。うん、でもあっちから絶対早すぎるね。4時と4時半とかだよね。わあ、綺麗。そんな早く起きれないよ。ねえ、6時で精一杯だよ。うん、あ、気持ちいい。最高だね、ね、ここ。いやー、RV パーク、ランドポート、めっちゃ良くない？だって、海水浴目の前でしてさ、うん、数秒でさ、戻れてシャワーとか浴びれるんでしょ。夏は絶対いいね。ワンちゃんとかさ、
ね、あと子供連れとかめっちゃ良くない？うん、いやあ